ドジャース、ケビン・ラックス。大谷翔平の近況を明かす、一番のジャンプ力の持ち主。1ヶ月ぐらい彼の周りにいるが、とても楽しい人だ。すべてのことを軽く捉えようとしているが、しっかりやっている。ウェイトトレーニングとかね。その上に、リハビリにも取り組んでいる。すべてに意図があって、集中して取り組んでいる。彼はとにかく普通の人間とは違うんだ。彼の隣に立つと非常に大柄だ。彼はうちのチームで一番のジャンプ力の持ち主でもある。彼と少し知り合いになれたことは粋なことだ。今年うちは彼がいるからかなり点を取ると思うよ。と、大谷や山本が加わる今季のチームを楽しみにしているようだ。チームメイトからの好感度、高いな。活躍してもらわないと困るで、大谷は人を引きつける魅力があるんだよな。日を追うごとに大谷の人材ぶりが明かされていく。ジャンプ力がチーム1、小屋外野守らせても超一流だろうな。周囲の期待の高さがわかってるから練習やめんもんね。常にプレッシャーがかかってないとあそこまでできんだろうな。あの身のこなしが運動神経も並外れたものを持っていることを示していると思う。身体能力パない。手術からの日数的にオープン戦に頭から出るのは無理かなぁなんて思ってたけど、意外と早く万全の状態になるかもしれないな。手術明けなので心配してしまうね。現状は順調にトレーニングできているみたいだし、そこは一安心。今年も大谷劇場を楽しみにしたい。やっぱりジャンプ力もあるんだね。あの長い足で塁間を飛ぶように走ってるからね。彼の弱点は何だと思う？でチームメイトに聞いて回った方が面白い発見がありそう。屈強な外国人から見ても大谷の身体能力はズバ抜けて見えるんやな。大谷と1ヶ月も一緒にいたらメス落ちしてまうやろ。トレーニングも順調みたいで安心したわ。この調子で頑張ってほしい。大谷の身体能力があれば、守備も余裕のよっちゃんよ。